大高戸や山標準電波送信所は、福島県田村市宮古寺町と福島県双葉郡、川内村の境の大洋町、谷山の山頂付近にある、日本標準時のデータを送信する、標準電波の送信施設である。標準電波の停波そのものは、普段から機器のメンテナンスなどのために行われており、数秒間から数時間程度の短いものであれば、 年に数十回ほど起きている。しかし、本施設は2011年3月から5月にかけ、東日本大震災により停下する事態となっていた。3月11日の東北地方太平洋沖地震発生直後は、揺れている最中の14時48分31秒から余震が続く中の同日16時40分12秒まで停止した。 翌3月12日に福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示に従い常駐して保守管理にあたる所員が不在となる事態となり9時41分に停破措置を取ったその後4月21日13時53分に暫定的に送信を再開ところが25日正午過ぎに落雷を受けて機器が破損再度停破した 5月9日に一時立ち入り、暫定的に送信を再開したが、雷の発生など気象条件の悪化等が予想され、継続的な送信を行った場合には、危機の損傷の恐れが高いため、5月10日12時40分、再び停波。その後、5月13日17時32分から、暫定的に送信を再開。5月17日に復旧した。 標準電波運用情報も参照。なお、2012年4月1日に、田村市、川内村は、警戒区域を解除した。ありがとうございます。